何の話だ。黒手の陸、かつて息を苦しめた海賊の船長が墓穴からよみがえったのですよ。うん、黒手の陸、海で死んだと聞いておるが。さようです、柏と申します。わしも黒手の陸の手下だったのですよ。しかしあの夜のことは今でも夢に出てくるほど。詳しく聞かせてもらおう。喜んで。すでに川屋には行かれましたかな。かつて壱岐に凶悪なる海賊の長がありました。人呼びて黒手の陸。陸は人を捕らえては細切りにして常に一平を斧が下辺へと与えたのでございます。横島なる真白へ。ある日陸が猿神をたたえて鎧を作りますと、猿神の御霊が宿ったのでございます。さすれば御霊のささやきで陸はたけり、なおも奪い取らんと襲い続け、己が命をも顧みぬありさまでございました。無とせ前、黒手の陸が襲った船の荷を開けますと、中にはわらべが。陸は幼子を海へ投げ捨て、晩の侍の皮を生きたまま剥いだのでございます。手下は固唾を飲み、陸の柱は皮をねぶる地獄のありさま。それがゆえんでしょう、手下どもは狂乱した頭を毒で死にそうといたしました。まずは胸をひとつき、毒で目をつぶして。それでも陸は死にませなんだ。猿神の鎧のおかげでありましょうか。陸は船を燃やし、柱と共に消えました。手下は燃えて灰となり、黄泉への船出。こと切れる前に陸は柱の鎧を壱岐のいずこかへ隠したとか。かくて陸は怨霊となり、忌まわしき黒手の陸の鎧を求める勇者と愚者とを等しくほふらんとしておるのだそうでございます。さてもさても。お前が来ることは夢で見ていた。姿を見せろ。お前も欲するか、この俺の鎧を。そして猿神様の真力を。黒手の陸、生きておったか。いいや、一度死に蘇ったのだ、この闇の中で。飯であろう、勝負にはならんぞ。ああ、そうであろうな。一輪に別れを告げてきたか。